チャオ、こんにちは。今日はナスとミョウガのパスタです。オリーブオイルではなく2種類のごま油、そしてニンニク、生姜、めんつゆの味付けになります。巷のよくある和風パスタとは違って、僕なりにアレンジをしてみました。太め 1.9mm のもちもちパスタにソースが絡みついて、それはとても美味しい和風パスタに仕上がりました。それではご視聴よろしくお願いします。はい、では素材カットから参りましょう。はい、まずはネギですね。細かくカットします。なるべく細かい方がいい、香りが良くなります。水にさらします。次はみょうがです。これは細切りのままでいいかな。これも水にさらします。大体10分ぐらい。それから大葉ですね。こちらはみじん切りでいきましょう。刻みたて香りがいいんですよね。よし、ナスは輪切りにカットします。今日はちょっと太った丸っぽいナスにしました。別に長ナスでも大丈夫ですよ。大体厚み5ミリぐらいで、油で揚げやすいような厚さにカットします。ニンニクをみじん切りにしておきます。たっぷりのごま油で揚げていきます。いつもはオリーブオイルですけどもね、今日はナスです。からオリーブオイルじゃなくてごま油。こんな風に揚がってきたら、まあ、だんだん音が変わってきますので、パチパチ高い音になってきたら一回引き上げるようにします。まだもうちょいいきますね。はい、だいぶいい感じなんで、ここで一回入れておきます。油含ませるとね、ナスは美味しくなるんですよね。こんな感じです。パスタには茹で汁、お塩も 1.5% ぐらい入れてあります。茹で時間はこれが10分でアルデンテなんで、10分間入れます。次にタレを作っていきます。これはめんつゆね。これはめんつゆ、はい、ちょっと高いけど白いごま油、あまり香りがついてないです。白ごまのすりごま。おろし生姜大体小さじ1杯程度ですかね。もう和の素材ばっかりですね。
これをよく混ぜ合わせると、もうちょっとごま入れます。ごま油ちょっと味見しますね。パスタ上がりました。ここに上がったパスタをそのままザルに作って入れます。そしてさっき刻んだ大葉、はい、みょうがも、そしてネギも入れて、これでよく混ぜるんです。食の香りが飛んじゃうんで、やっぱり香草類は最後ですね。ここに揚げたナスをまた戻してもう一回混ぜますね。もうほぼほぼ完成です。最後にナスを飾ったら完成です。いただきます。今日はチューハイいただきました。レモンチューハイ。さあどうでしょうか。先日のねアマルフィ風のパスタにちょっと触発されて、それをごま油バージョンでやろうと思って作ってみました。うん、美味しいよ。みょうがしそってやっぱり最強だよね。日本の夏って感じ。そして油を吸ったナスね、いいコンビネーションだね。おいしい。ごちそうさまでした。いや美味しかった。もうね、大葉でしょ、みょうがでしょ、ネギでしょ、この3点セットはもうね、日本の夏そのものですよね。で、実は今日隠し味に入れたのが生姜のペーストですね。まあ、これが実にいい働きをしてくれました。というわけで、まあ、ナスはやっぱり油をいっぱい吸わせてあげたいね。で、日本の新しい和風パスタの提案として、このちょっと生ぬるい米製パスタを提案したいですね。今日もまあ全然熱々じゃなくて、最初から最後までちょっとこう生ぬるい感じなんですよ。だけどこれがなんかね、まあ胃腸にもいいし、うまいよね。はい、というわけで今日もあの夏バテ、今日38度だっけ、まあ、かなり今年はあの猛暑なんですけど、まあ、熱中症にならないようにね、野菜とか油をいっぱい取ってで、いきたいと思います。お前これ作れみたいなものがあったら教えてもくれたらありがたいです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。チャオチャオ、チベディアモ、チャオチャオ。